はい、皆さんこんばんは。こんばんはだね。こんばんはだね。うん、今は6時の18分なんですけど、今日ちょうど2人ともちょっと忙しくて、今仕事がね終わりました。はい、うん、だいたいこういうなんか疲れた日とか忙しかった日の夜は、だいたい私たち散歩したり、ね、外にねなんか飲みに行ったりするので、ね、そんなちょっと疲れた平日の夜のね、一、はい、日をちょっと皆さんに紹介しようと思います。疲れた一日の夜の営み、うん、はい、6時35分近くの公園に着きました。すごい綺麗ね。多分15年ぶりだと思う。ここに来たの？中学校の時よく来てた。すごい綺麗。すごいよね、もう空がすごくないね。でも街が近いよね。でもそこにねアパートとかもあるしね、うん、いいね。なんか新宿御苑に似てる。確かに俺もそう思った、ね、すごい池が超綺麗。この池は汚いんだけど、あの映ってる雲が、ね、亀もいる。亀ちゃん、すごい自然。これすごい心地いい。広いんですよ、それにね、すごい広い。はい、今広場に着きました。いや綺麗すぎやしませんか皆さん。これもうここでねなんか飲んだら絶対美味しいんですよ。雲もめっちゃ綺麗だし、なんかポップな店がある。濃いしよこれ。あとはグラニータも美味しい。あー、ここも美味しそうだね。うわー、どうしよう。このカップだったと思う。今はこれからジェラートを頼むみたいです。アレさんが頼んだジェラート来ました。だらら、カメラ持ってるから食べさせて。はい、いやありがとう。食べさせてくれないなんて、人前で恥ずかしい。うん、息子じゃないよ。美味しいでしょ。なんだこの味。シャンティギクリーム。シャンティギクリームって何？めっちゃついてた、あ、手に。あ、やばい、美味しいです。すごい、なんだろうこの味。バニラほどすごい、あのなんだろう、濃くないね。ちょっとあっさりしてる、卵寄りなジェラートです。うまいよ。今日に来ました。外のねテラスで飲んでますね。綺麗だね、ここも。面接みたいよ。本当？注文していた、これはなんだ？ウーゴ。ウーゴ？そう。ウーゴくん？ウーゴ、まあね、名前だけどね。山のアペリティボだね。山というか、トレントかな。どんな味？何が入ってるんですか？エルデルフラワーの。エルデルフラワーじゃなくて、エルダーフラワー。あ、エルダー。打ち合わせしたじゃん。はい。質問して。質問するよ。何が入ってますか？笑ってるのおかしいよ、さっき笑ってなかった。何が入ってますか？エルダーフラワー、ミント、プロセッコと、ちょっと炭酸水も入ってると思うかな。ね、さあ飲んでみましょうか。あとはライムね。はい、チン。じゃあ飲みます。うん、美味しい。なんかモヒートをすごい薄めた感じで、中にこのハーブが入ってるんですよ。ミントね。ミントか。ハーブとミント一緒でしょ？ハーブにはミントも含まれてる。ハーブは調味料っていう。でもハーブじゃん。まあね。なんでいちいち直した？ミントだから。青春時代を犯してます、今。うん、もう青春は終わったんじゃない？ね、あれの青春はもう高校生の時に終わったよ。あ、はい、と帰ってきました。これからちょっと晩ご飯を作ります。私の晩ご飯はだいたい決まってチキンを食べます。上にバジルをちょっとかけて、うわ、かけすぎた、オレガノもちょっとかけて、お塩をちょっとまぶしてから、この昔ながらのオーブンに入れて、程よく焼けた頃に食べますという、すごく簡単な晩ご飯です。はい、アレさんの晩ご飯はパスタかな。何グラム食べてるの、いつも。150。多いの少ないの？まあ普通、普通の人より2倍ぐらい食うね。結構みんな80とか、お父さんいつも80グラムだね。なるほどね。はい、そして沸騰したお湯に入れて、何分かな、13分くらいで、このペーストを使ってね、
そう、余ったからちょっと食べたいね、うん、緑トマトのペースト。今日は簡単パスタだね。そう、チキンだけだと物足りないので、私は最近トマトを食べます。この、もともとトマト嫌いなタイプだったんですけど、イタリアで見つけたこのトマトが、トマトがすごい美味しいので、これをいつも食べるようにしてます。ちょっと今日はお腹空いてるので2個食べます。あの、普通にね、こうやって切って食べます。あの、まな板使うと汚れちゃって洗うのめんどくさいんで、もうあの皿の上で切って食べます。つまみ食い。んで、甘くも酸っぱくもない。本当にあのトマトの味がしないトマトなんで、トマト嫌いにとってはパーフェクトのトマトですよ。本当にトマトの味しませんもん。あの、無味。できました、超簡単チキンとトマトの晩ご飯。もう本当にチキンは切って焼くだけ、トマトも切ってオリーブオイルとシーチキンかけるだけの超簡単晩ご飯です。ぜひ皆さんも、これが素材を生かした料理というものです。こちらアレさんの質素な晩ご飯。質素じゃないよ、美味しそう。すごいチーズたっぷり。チーズ食べてみてください。トマトペスト、いいね。すごい良いとしたね。めっちゃうまいよ。俺も一口ちょうだい。チーズがついてるやつだ。チーズうまそう。すごいバジル効いてる。やっぱ素材を生かしたのとは違うね。映画タイムです。現象、突然現れた少女、Stranger Things。 もうこれにするの絶対、うん、もうちょっとなんかチョイスないの。めっちゃ楽しみにしてた。でも楽しみって今見たばっかりじゃん。楽しみにすることできないじゃん。そう、そうずっと前から見たかったStranger Things。もうちょっとなんかチョイスないの。何のビール、今日は、今日はってかあんま飲まないけど、イクルーサ。どこのビール、サルデーニャ。サルディーニャ、そう、結構美味しいんですよ。うん、あのライトで飲みやすいんですよ。色も薄いしね。I like your beer。 チン。ということで Stranger Things 見ます。はい、映画見終えたので、これから私はシャワーを浴びて寝ます。すごい Stranger Things っていうドラマすごい面白かったです。ちょっと夢中になって3話くらい一気に見ちゃいました。はい、シャワー浴びようと思ったんですが、このお湯タンクにお湯が溜まってなかったので、ちょっと顔と頭だけ洗って今日は寝ようと思います。で、ちょっと最近のダイエットの成果でちょっとだけ腹筋が見えてきました。ということで、あの、このちっちゃいちっちゃいシンクで髪と顔だけ洗います。シャンプーはこのニベアの敏感肌用のシャンプー使ってます。で、化粧水も相変わらずこのローズウォーターを使ってます。歯磨き粉は特にこだわりないんですが、だからこれをね、あれが買ってきてくれたので、これで磨くようにしてます。私結構歯医者さんに行って怒られることがあって、歯の磨き方が甘いって言われることがあって、結構この奥までこう入れないとダメなんですよ。なんかこの辺じゃなくて、こう顎の奥まで結構ここまで入れないとダメっていうのを教えてもらって、最近はそれ意識してます。今日はもう疲れているので早めに寝ます。早めって言ってももう11時半なんですけれども、だいたいいつも12時とかに寝てるんですが、まあ、ちょっと早めに寝ます。我が家のベッドです。私は枕を使わないので、こっちがアレさんの枕で、私はタオルを引いて寝てます。まあまだ寝ないですけど、あれはね、本読むよね。ちょっと読書タイムだ、うん、何読んでるんですか最近は。このロベルト・カラッソの、うん、カドモスとハルモニアの結婚です。日本語訳もありますよ。じゃあ皆さんぜひ興味あれば、はい、ぜひぜひ。はい、という感じです、はい、私たちのね、さん、はい、夜でした。のんびり夜でした。そうね、うん、久しぶりに。ということで皆さん、じゃあ次回のビデオでお会いしましょう。はい、じゃあ、ね、おやすみなさい。ボンヌイ。
non più dry farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolcino d'amore.